ありえませんな。しかし光秀は信長公を討つ大番狂わせを起こした男。大番狂わせが二度続かないと思ってるところが違う。続くんですよ。誰が続ける？中国にいる筑前の神秀吉。和州の住人島左近、義によって秀吉殿にお味方いたす。もう飲めませんわ。それじゃあご飯。はい、いいぞ。いいぞ。酔ってしまったわ。お強いのね。また仕官しろというお大名かい。1万5千石の禄を蹴って浪人してるんだ。それ以下じゃ使える気はありませんね。2万石だそう。三成さん、2万石といえばあんたの禄の半分だ。名乗りもせぬのに詳しいことだ。浪人すれど情報収集は怠らぬか。家来と衆と同じ禄になるぜ。そんな功禄で俺の戦の腕を買おうってのかい。俺が買いたいのは不義に怒り功禄を蹴った志だ。道禄でも構わぬ。俺が欲しいのは同志なのだからな。待った！殿と呼ばせてもらいましょう。これは北条を攻める戦ではない。わしの力を示し、天下に戦する気をなくさせる。そして皆が笑って暮らせるよう作る。そのための戦なんさ。伊達政宗、拝謁賜りたいと参っております。欧州王政宗も膝を屈しますか。殺されるかもしれない。だが応じた風はない。むしろ傲岸だ。かぶいてるね。地産の段ごめんなれ。今少し遅くは。ここが飛んでおった。はっ、はは。さあ、太平の世への総仕上げだ。霧で視界が効かない。敵さんも戦場においでですよ。地の利は殿にありますな。味方が我らの下地に従い攻めれば敵は支えられません。ただ問題は家康がそこを承知で布陣してるってことです。堂々とね。つまり天の時と人の人の輪だと。奴に連なるのは理に群がるハエだ。人の輪も殿にあると。そうだ。金継ぐと俺で奴を強撃、雪村が上田にて新籠城を行い敵を揺さぶる。奴は我らの術中に。日の本を一つの戦場に見立てた誠に壮大な策。しかし画兵ですな。頼む左近、俺は勝ちたいのだ。ま、餅の絵面は分かりましたよ。その天下餅、左近がついて殿に差し上げることにしましょう。こたびの働き左近に過ぎるものはないな。
この戦いが終わったら大きく加増しよう。他の者をお引き立てください。俺が買われたのはロクニではない、不義を憎む殿の志にですよ。はっ、待て。同志と呼ばせてもらおう。はっ。